僕の去年受けたこうセレクションとか、あとはトライアウト、ここら辺の話を、まあ、需要あるか分かんないですけど、そんなに面白いエピソードあるわけじゃないんですけど、少しお話ししたいなと思います。 YouTube 再開しますっていう動画の時に、こう蒲田マーレサミキと YSCC のセレクションを受けたと言ってたんですけど、その他にも、まあ、トライアウトも受けてて、まあ、そこら辺の話をちょっとさせていただきます。で、最初に受けたのが、これ写真があるんですけど、御殿場ですね、静岡県の御殿場で開催されたトライアウト、これを12月のいつか忘れたんですけどに受けました。これがあの御殿場のイルミネーションみたいな、綺麗じゃないですか。はい、そこの一人でこうやって撮った写真ですね。御殿場は多分あのサッカープレイヤーだったら一度は絶対行ったことあると思うんですけど、はい、冬にめちゃくちゃ寒くて、こう温泉が暖かい、そちらの御殿場に泊まって、もう次の日こうトライアウトっていうことで、はい、しました。そのトライアウト、最初の話にあったのが、こう J2 とか J3 のチームもこう見に来るよみたいなところを言われていて、あとはこう JFL と地域リーグとか、各県のチーム、そこら辺が見に来るっていう話だったんで、わ、Jリーグを見に来るんだと、これは気合い入れてやりたいなっていうところで、トライアウトスタートしたんですけど、多分8時とか7結構早い時間集合で、ちょっとアップしたら、はい、1試合目行きますって言って、僕1試合目だったんですけど、あ、1試合目で2試合目かだったんですけど、うわ、もう来るやんみたいな感じで、引きついた中でこう試合始まって、バチバチのこう試合が始まるわけですけど、まあ、その中で、僕は、なかなか、こう、いいプレーができなかったですね。はい。あの、反面で、何試合かやって、その後、午後ですかね。午後、こう、フルピッチでの試合だったんですけど、良さは出せなかったっていう感じですね。独特の雰囲気というか、こう、ピリピリした中での、うん、周りはみんなライバルなわけですから、はい。その中でのサッカーっていうのは、またこう、いつもと違った感じで面白い部分もあるんですけど、そこのトライアウトでは、僕はあんまいいプレーできなくて、その中でも、お声掛けしてくださったクラブはいくつかあるんですけど、まあ、そうですね、そういう JFL とか J3 とかのクラブからは、あの声がかかることはありませんでした。で、その御殿場のトライアウトとか、結構僕的に一番レベル高かったんじゃないかなと思いますね。その、いろんな、その後にこうトライアウトとかセレクションを受けですけど、僕的にその一番最初が、なんか一番強度も高くて、うん、スピードもあって、レベルが高いかったんじゃないかなと思います。多分こう大学サッカーでバリバリやってた選手とかがこう受けてて、そういう人たちをこう相手にやってたんで、まあ、最初だから緊張してたのかなと思ったんですけど、冷静にこう考えてみたら、周りのレベルが高くて、まあ、そこのレベルに僕がついていけなかったっていうのが あるんじゃないかなと思いました。で、これが一つ目のトライアウトで受けたのが、蒲田マーレ三匹ですね。これは12月中だったかな。これも12月中で、サヌキまで行ったんですよ。香川県のサヌキ。めちゃくちゃ遠いですよ。で、セレクション費っていうのも、1万円か2万円ぐらい必要なんですけど、そう思うと、やっぱりセレクションってそれなりにお金かかるじゃないですか。その参加費もそうですし、まあ、ホテル代と、あとは交通費。まあ、サヌキなんてめちゃくちゃ遠いですから。かなりお金かかりますよ。その中での受けるんで、やっぱりそのいろんな選手いますけど、それぞれがもうお金も時間もかけているわけですから、絶対に受かってやろうっていう気持ちで来るわけですよ。なかなかまあ難しいんですけど、そんな中でのこうサヌキのセレクションですね。で、ここもやっぱり自分の良さ出せたかってやると全然出せなかったですね。午前中に、反面でのピッチのゲーム、そのゲームも確か7分かける2ぐらいしかやらなかったんですよ。すごい短い試合で。で、それプラス、こう、測定ですね。50メートル走とか、あとはなんか、アジリティとかそういったものを測定して、それで一回休憩して、午後から、全面での試合っていうことで、自分の得意な形、こう、サイドの高い位置で、こう、ボールを受けて、そこから特に1対1だったり、カットインからの、パスだったり、シュート。こういったものを見せていきたいと思ったんですけど、うん。やっぱそこのいい形でボールを受けるっていう回数、ここがなかなかなかったり、あとはこう、同じチームのサイドバックの選手の兼ね合いで、そのサイドバックの選手が高い位置を取ってオーバーラップとかいっぱいしたい選手だったら、僕的にあんまり、サイドバックの人にオーバーラップしてほしくないんですけど、僕はここスペース空けといて、縦にも中にも行ける形がいいなって思ったり、そういうのが
たりとかでは本当にいいわけです。ここでもいい選手は絶対にどんな環境でもいいプレーを出せるんで、そこは自分の実力不足でしかないと思うんですけどですね、サヌキのセレクションでもなかなかいいプレーは出せず、そこのサヌキのセレクション行った時にその御殿場でのトライアウトだった人が結構いたなっていうあ、見たことあるじゃんっていうなんかね、これセレクションあるあるなんですけど、大体まあその後もトライアウトとかセレクション受けるんですけど、大体見たことある顔の人いるんですよ。前のあそこでもいたよなっていう、それであ、前会った人だみたいな、ちょっと仲良くなったり、こうトライアウトとかセレクションの期間仲良くなった人います。それが、まあ、いい方に働くこともあるんですけど、逆にこう本当に人生かけてやんなきゃいけないその場面で、なんか多少のこの安心感というか、このふわふわした感じ、あ、周り一回やったことある選手、見たことある選手だっていうところで、ちょっとなんかふわふわした安心感、謎のこう安心感が生まれて、ピリピリした緊張感の中迎えられなかったりとか、まあそこは良くも悪くもなんですけど、まあそういったことがありました。サヌキもなかなかこういいプレーができず、結局こう落ちてしまうと。で、その後こうサヌキから、香川県、ここから次、京都でトライアウトがあったんですよ。それが2日後にあったんで、僕はそのままあのサヌキから大阪まで行って、次これ写真見せます。これ大阪の写真なんですけど、ここの大阪のこれグリコの前ですね、あの有名なところです。そこで写真撮ったんですけど、なんでこんな手前にこうやってやってさ普段も写真撮ってもらってるんですけど、そうですね、はい、あ、もちろん一人ですよ、はい、知らない人にこれ撮ってくださいって言ってるんですけど、ここで撮りましたね。で大阪でこう一泊泊まって、そこで一日オフで、その次は京都に泊まって、京都のそのグランドの近くに泊まってトライアウトっていうことでしたね。もう一個ね、これ写真があるんですけど、はい、こちらですね、メンズ53レディーズ84ということで、これは皆さん多分ね、大学生とか年代だったら必ず行ったことあるんじゃないですか。オリエンタルラウンジ、はいですね。僕は大学の時ね、こう友達に連れて行こうとしたんですけど、なんかスウェットでサンダルでこう入っていこうとしたらね、ドレスコードっていうんだっけ、こういうのって、しっかりしたこう服装で行かないと入れてもらえないんですよ。だから僕行ったら、この格好ダメです、サンダルとか、そういうスウェットとか着てきちゃダメです、履いてきちゃダメですっていう風に言われて入れませんでした。でこれ見たらなんかレディースがすごい多いんだなって思って、やっぱ大阪の中心ですか、このグリコのとこなんて言うんでしたっけ、心斎橋とか、その辺はやっぱりすごいんだなっていうこれも完全な余談なんですけど、でそんな感じで大阪で一泊して、でその次の日にまあ軽く、ランニングとかして体を動かして、で京都に泊まって次の日トライアウトっていうことだったんですけど、この京都のトライアウトはなんか午前の部午後の部じゃないですけど、それが4部ぐらい分かれてて、かなり人数がいたみたいなんですね。で僕は一番最初の部だったんですよ。でこれなんでかなって考えたら、今思うとそのなんだろう、これって所属地クラブのリーグとかでこれ分けられてるのかなとか思ったりしたんですよね。で僕は一応この千葉県の3部リーグ、社会3部リーグっていうことなんで、もしかしたらそういうところで一番最初のグループ入れられたのかなって思ったり、まあ、それは分かんないですけど、そこではなんだろうな、やっぱりこの今までのトライアウトとかセレクションの強度よりはちょっと低かったですね。結構ゆるゆるな試合が最初から始まっていて、これ大丈夫かなって僕試合中思っちゃったぐらいなんですけど、まあ、そんな中でやっぱりこう、まあ、ボールを持ったら割とオンザボールのところでいいプレーは僕はできたのかなと思います。やっぱりそうですね、今まで結構そのサヌキとかその御殿場でやってて強度が高い中でやってて、プレッシャーもすごい早かったんで、その分なんかこれ言ったら悪いかもしれないですけど、プレッシャーも緩かったんで割と何でもできちゃうというか、ドリブルで1枚2枚剥がせるのとかは結構できた感じで、まあそうですね、そんな感じのトライアウトでした。トライアウトが終わった後にこうクラブの関係者の方たちがこうスタジアムでこう見てたら、下まで降りてきて、そこで良かった選手にこう話しかけて、うちどうですかっていうのを話してくれるんですけど、そこで、まあ、いくつかのこうクラブの人から、うちどうですかみたいなことは、まあ、言われまして、はい、その中の一つがジョイフル本田つくば FC さんだったんですよ。で僕はもともとやっぱり J
リーグとかも JFL のチームからの声かけやっぱ待ってて、まあ、そこ行きたいなってのあったんですけど、そのセレクション、サヌキのセレクションだったり、この御殿場のトライアウト受ける中で、やっぱりそこは自分の実力じゃ厳しいのかなっていうのは正直感じていて、まあ、自分のそういったプレーじゃ呼ばれないよなって思っていたんで、なんで、まあ、僕もそのサッカー続けるならできるだけやっぱ高いリーグでやりたいというのがあったんで、じゃあその JFL の1個下のこの関東一部リーグっていうのは非常に僕としてもこう嬉しいあのお声かけでして、はい、あのぜひとも行かせていただきたいですっていうのを言いました。でそのトライアウトが終わって、そっから他にもセレクションがあったんですよ。でこれが YSCC とあとは FC 大阪、この FC 大阪セレクションよくわかんないんですけど、なんか何回かこう練習会に参加してで見るみたいな形で、良かった選手はこう大阪の方の練習に行ってみたいな感じなんですけど、まあ、僕はそうですね、ダメでしたね。そうですね、まあ自分のものは出し切ったんですけど、やっぱそこの自分のプレーじゃ JFL の多分 FC 大阪さんは今かなりもう J3 に近いレベルでやってると思うんですけど、そこでは戦えないよっていうまあ評価をもらって、そうですね、そこはダメでしたと。で、あと最後、YSCC さんのセレクションが、まあ、1月の中旬ぐらいかな、にあったんですけど、そうですね、一応自分の心境としては、こう、ジェフ・ホンダ・つくば FC が1個あったんで、まあ、安心感はあって、でその上で、やっぱ J3 っていうところチャレンジしてみようって思って、受けました。で、YCC のセレクションは、まあ、午前と午後の部で分かれていて、で僕は午前の部だったんですけど、そこの時は自分の中では、今まで受けてきたそうトライアウトセレクションの中で一番いいプレーできたんじゃないかなと個人的には思いました。自分の良さである、仕掛けるところだったり、あとはまあ左足でのこうキックだったり、そういったところの良さはかなり出せましたね。というのも、やっぱこれセレクションあるあるなのか分かんないですけど、その結構チームに依存するっていう、はい、まあ、本当に実力ある選手はそうじゃないかもしれないですけど、僕ぐらいのレベルの選手だと割とこれチームに依存するんじゃないかっていう、その自分のチームが強いか弱いかで結構左右されるんじゃないかなと思っていて、で僕のチームはたまたますごい強かったんですよ。だいたいもうボール支配率8割ぐらいでずっとこう攻めていくんですよ。だからだいたい僕いい形で前向きでボール受けれて、そこで仕掛けられて、相手ボールになる時間もほとんどないんで、自分の得意な攻撃の良さっていうのをかなり出せたんですよね。YCC のセレクションは午前と午後のもあって、で1時と2時があるんで、1時で良かった選手がその午後の、2時セレクション、まあ、最終セレクションですね、の11対11のゲームに参加できるっていう形で、あ、これもしかしたらいいプレーしたかな、いけるんじゃねえかみたいな自信もあって、試合が何試合か終わったら最後集められて、今からこう午後の2時のセレクションにこう通過する選手を発表しますみたいな言われて、で名前が言われるんですけど、そこでありがたいことにこう呼んでいただいて、あ、一安心だっていうことで、はい、そうですね、そこの午前では6人とかぐらいかなが1時の合格者で、午後にも同じのがあるんで、で午後で、まあ、15人ということですね。最後11対11のゲームするんで、そこで見るので、まあ、午前は6人一応こう合格者を用意しておいて、で午後で良かった選手こう15人を選んで11対11のゲームをするということで、でチームに依存するっていう話なんですけど、そして僕のチーム強かったんで、そのチームから多分6人中4人ぐらいは選ばれて、やっぱりこれセレクション強いチームのメンバーから選ばれるのあるあるなのかもしれないですね。もう一点言うと、この、まあ、僕の同じチームの特にやっぱサイドハーフだとサイドバックのとの関係性が非常に大事で、僕は結構そのサイドバックの選手とまあコミュニケーションを取る中で、すごいやりやすくしてくれたんですよね、そのサイドバックの選手が。なんか僕は、外を取って、基本外の高い位置取って、そこでボール受けて仕掛けたりするのが得意なプレーだっていうのを伝えて、そしたら、あ、じゃあ俺、うち取るから、みたいな。で、わざわざこう気を利かして、こう、うちのポジションを取ってくれて、なので非常にこうやりやすくて、やっぱサイドバックとサイドハーフの関係性のあるあるで両方ともこう開いちゃうっていう、で縦縦の関係になって、サイドバックボール持ってサイドハーフ当てたら大体こうサイドバックのプレッシャーを受けてこう後ろ向きで受けて
ボールを返すしかないみたいな、これあるあるですし、逆にこうサイドで仕掛けるのが得意な選手がサイドハーフがこう内に入らざるを得なくて、でサイドバックが高い人って、まあ、これはこれで形としてありなんですけど、サイドで仕掛けるのが得意なサイドハーフの選手からすれば、いや中でのプレーなかなかできないよっていう形で、まあ、僕なんかまさにそうなんですけど、なんで僕はこうサイドで張ってたいっていうのを言って、それをこうサイドバックの選手がその選手すごいいい気を利かせてくれて、でそことの連携で結構僕は、まあ、ゲームはすごいやりやすくて、だからそれが、まあ、一時の合格っていうのにつながったんじゃないかなと思います。なので本当になんか自分の実力ももちろん大事なんですけど、僕は、そのチームの強さだったり、あとはそこの、自分と関わるようなポジションの人との関係性の良さとか、そういったものもやっぱ大事で、そう思うとやっぱ改めてこうセレクションっていうのはいろんなこうなんていうんですかね、ファクターというかいろんな要因があって、でその中で自分の良さをこう、アピールしなきゃいけなくて、だからそういう状況下なんで結構難しいものだなと改めて感じましたね。はい、YSCC のこの11対11の最後の試合に関してはやっぱね、みんな選ばれてる人なんで、みんな上手くて強度が高くて、はい、なかなか大変でしたね。まあ、その中でも自分のできるこうことはやったというか、はい、自分の得意なプレーっていうのはいくつかは出したりして、なんでもしかしたら受かるかもみたいな、なんか YSCC さんがその新規加入の選手あんまり取ってないっていうのをこうなんかセレクションで仲良くなった選手が言ってて、あ、じゃあもしかしたら結構これセレクションで選手取るんじゃねみたいな情報とかがあったりして、あ、だったら意外にこの中から 4,5 人受かるんじゃねみたいなそういうのがあったりして、まあ、結局多分受かったの1人か2人なのかな、1人受かったのかな、そうですね。でそんな感じだったんで、淡い期待を寄せながら、確かにあんまりいいプレイできなかったけど、ワンチャンなんかいけるんじゃねみたいなそんな感じで、そうですね、だからもしかしたらあるかもみたいな、このなんていうんですかね、告白をメールでこう送って、あの OK 待ちをしている時みたいな、うん、まあそう、僕そんな状況一回もないんですけどそんな感じの緊張感があって、残念ながら落ちました。はい、こんなこんなで、はい、まあ、落ちてしまって、で他の J リーグのクラブと JFL のクラブ練習参加させてくださいって送ったんですけど、そこではなかなかできませんよとか、もう選手編成も決まっててできないですしみたいなのは言われて、じゃあもうこれは JFL ホンダつくば FC さんの方行こうって決めて、はい、そんな感じです。はい、結構長い間喋っちゃいましたね。うん、まあこれが需要がある話なのかどうかわかんないんですけど、もしこう大学4年生とか、あとまあ高校3年生とか、あと社会人の方で、セレクションを受けようかなとか、まあ、将来サッカーしたいなとか、そう思っている方がいれば、なんかね、まあ、僕悩み解決できるわけではないですけど、なんかアドバイスかなんか、その情報について伝えられることがあるかもわかんないんで、もしもねそういうので相談したいことがあれば、僕の DM なりなんなりに送ってきてください。はい、そうですね、うん、トライアウトセレクションは難しいんでね、本当に実力がある選手じゃないと厳しいと本当に痛感しました。それと同時にね、やっぱりこのあの環境の中でもこう自分の良さを出せるような、まあ、準備っていうのがやっぱり大事だっていうのを改めて感じましたね。うん、っていうのはこの味方選手とのコミュニケーションとか、これ非常に大事で、自分がどういうプレーが得意でどういうところにパスが欲しいのか、これはあらかじめやっぱり話しておかないと、こうゲームをしていく中であいつああいう選手だなっていうのはもちろんあるんですけど、それじゃもう遅い。はい、もう最初のワンプレー目からこう自分の良さとか自分のしたいプレーっていうのを共有しといて、そこでもう最初のプレーで決めるじゃないけど、そんぐらいやっとかないと、やっぱりこのセレクションっていうかなり短い時間の中での、本当にボール触れるの 1,2 回かも 3,4 回、1試合で 1,2 回あるかどうかとか、そんぐらいのレベルなんで、だからね、そういった事前の準備っていうのは非常に大事になる。これは僕としてもこうためになりました。はい、世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない。